こんにちは、バニーズカフェのです本日は LOL サプライズ OMG ライツの開封をしていきたいと思います <music> 全部で4種類一気に開封していきます それではそれではこの子から始めようかなグルーィーベイブここを引っ張るとおおわお色が出てきましたこの子が中に入ってるんだねはいそれではオープンじゃじゃーんわお、今回はお洋服も着てるみたいだね で、さっき、こっち側、じゃじゃん。わーお。すごーい。このグラフィックと本物が、もう、全く同じ。いい感じ、いい感じ。はい、全部取り出してみました。中には、ケースでしょくそして、ステッカ。この子の名前は、グルービーベイブちゃん。 そして、衣装ケースが1枚入っています。あとね、スタンドも入ってた。で、今回、面白いね。もう、お洋服は着ている状態になっています。アクセサリーの方を開けていきたいと思います。はい。ジャケットです。わーお、この、すごいね。この柄。とても素敵なコート。こんな感じ。 中はこんな感じでちゃんとライナーもありますジャケットを着せる前にはいこちらですすごいねロングヘアサラサラで白の髪の毛にブラックがブレンドされていますであちょっとね前髪がね固く固められてる感じでこのメイクアップ瞳をよく見るとぐる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 って。 見えるよねきっとライトを当てると何か光るのかもしれない。でピンクのリップにブルーのアイシャドウはいワンピースは横がね少し空いているよ肌が見える感じでで後ろははいマジックテープでくっつきます。レギンスは水玉に黒のブーツ ヒールはボーダー柄になっています。ジャケットを着させてみました。ブラックと白のすごいシックなコーディネートです。そしてステッカーはこんな感じです。裏は何もないはい。ではい、中にはきっとアクセサリーが入ってると思うよ。あ、これブラックライトはい。ブラックライト発見。 このね、この部分を取ってここを押すとはい、光りまあとから空チェンもやっていくよあはい出てきた何これグルービーベイブちゃんが書いたポエムが入っています。そしてこの中はお すごーいイヤリングこれくるくる回ります。わかるくるくるくるそして、サングラスじゃあこちらの方もつけていきたいと思います。はいこのような感じになりましたすごいサングラスが、あの、個性的で、ほら、イヤリングはこんな感じ白と黒なのに、すごいなんか、 存在感がすごいアーティスティックな感じかな。で、ちなみに、はい、こちら。ネイルは白です。すごいね。綺麗な手なんだよね。はい、それではそれでは、次に行きたいと思います。2個目はこちら。この子はスピードスターちゃんです。行くよ。 じゃじゃーんわーお今回はブロンドの女の子だすごいカラフルで可愛いと思うよしよしよし。じゃあそれじゃあ開けていきますじゃじゃーんかわいいかわいいすごいね、この柄。じゃあ取り出していきますこんな感じ すごいこのカーリーヘアもとっても可愛いです。あリップがオレンジとピンク上下で違ってよく見るとオレンジとピンク色のシャドウになっています。すでにもう2 4ンカラーでライトアップしたらすごく映えそうな感じです。ちなみにトップスでしょ パンツがあってショートパンツでこれがね短めのレギンスのような感じになっていますにロングブーツわーおブーツもすごい1個目と同じように櫛とスタンドとステッカーとアクセサリーと衣装ケースがありますまず最初に全部開封したいと思いますアクセサリーから行こう はい、ブラックライトそれぞれ違う色なんだねそれに今回は雑誌が入ってなかったまずはサングラスすごいこれは炎をモチーフにしたサングラスだよねきっとそれにはいグローブです はい、あーかっこいいジャケットまさにレーサーって感じだよねフロントマジックテープで取れるようになっていますはいそれではお着替えしていきたいと思いますあその前に見て見てここ横にデザインが入ってるのを腕にこっちには BB って書いていてこっち側は フラッグのデザインが入っています。あとさっきちょっと見えにくかったと思うので、ヒール、左右が違うんだよ。オレンジとピンク。はい、ジャケットを着させてみました。すごいね、かっこいい。グローブもすごくね、簡単に装着することができました。ただ、残念なんだけど、イヤリングが入ってなかったの。ここにイヤリングのデザインがあるじゃない 入っってなかったんですたまにあるんだよねあのパーツが入っていないことがちょっとお見せできなくて残念なんですけれどもはいこれにサングラスをかけてみるとこんな感じですすごい個性的なサングラスもすごいかけこなすよね LOL ちゃんは。 はいとってもかわいいはいそれでは次に行きたいと思いますはい次はこちらですデゾウちゃんを開封していきたいと思いますまずはじゃあこっちを引っ張って色を見てみましょうじゃじゃーんこの子もカラフル髪の毛すごい楽しみそれではオープン わおそばかすだかわいいよく見てみるとそばかすっていうかこれハートの形なの見えるほら中身はこんな感じですすごいオレンジオレンジっぽいピンクなのかなピンクっぽいオレンジあオレンジとピンクがブレンドされています ではいメイクアップはピンクのアイブロウにイエローのアイシャドウで先ほどお見せした通りハートのマークが入っていますなんかちょっとそばかすっぽくって可愛い口リップはグリッター系のピンク可愛いいですソングのタイトスカートにトップスにヒールはねこんな感じだよ すごいジェリーっぽい感じの素材でとても可愛いです取り出してみましたなんかねトップスにアームウォーマーもついていますロングのタイトスカートここにマジックテープがあってあ、中何もない何も履いていないですはいこんな感じになっています ヒールもツートーンになってますねはいこんな感じあと髪の毛なんだけどよく見ると三つ編みが4本で上がねお団子になっていますちょっと短い髪が両サイドにあります部分的に髪の毛がキラキラしていますはい。それでは他のアクセサリーの方も開封していきたいと思います まずはステッカー名前はデゾーちゃんね。そしてアクセサリーの方を開封しますブラックレイトそしてはいサングラスあとはブレスレットあ 三色でとっても可愛いブレスレットです。はい、わお、すごいメッシュの素材、こんな感じです。それではお着替えをしていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。ネイルはイエローです。 ねーすごいカラフルなんかビタミンカラーって感じで夏っぽい感じかなはいそれでは次いきます最後の子はこちらエンゴーズ日本語の発音で言うとアングルなんだけど全然違うよね聞こえがね困っちゃうねはいじゃあ色を見ていきますじゃあじゃーん わおすごいカラフルーねーよしよしじゃあもう開けていくからねそれではそれでは行きまーすチアチアかわいいなんかステージ衣装みたいな感じだねどうですか取り出してみましたかなり奇抜ですよ横はねもう刈り上げてる感じで ブラックのラインが入っています髪の毛はイエロー、ブラック、レッド、ブルーそしてホワイト髪の毛の長さも違うんだよ腕にもちょっとマークが入っていますわおネイルもすごいカラフルですねアイシャドウに口紅でしょう。 後ろはこれねあここベルトがついてるんだ腰からこうやってねベルトが伸びてるんだけど上のねトップスにねくっついてるんだよすごい面白いデザインだねでということはこの白い部分とボトムスが1つのワンピースで。 でさらにこれ別でチューブトップはいがあります2枚重ねになっていますでパンツは広がってる裾が広がっていて横が開いていますヒールねすごく面白いんだよ丸四角三角ねえとっても個性的ですそれではじゃあ アクセサリー開けていきますこちらアクセサリーまずはブラックライトイヤリング、左右でデザインが違いますブレスレット、こちらも左右で色とデザインが違いますでお衣装はい、こちらですああ透明なんだ透明の素材こちらもね、とってもカラフルですこんな感じ こちら、ステッカーはこんな感じです。それでは、お着替えしていきたいと思います。はい、こちら、どうでしょうか。イヤリングをつけて、ブレスレットもつけてみました。ジャケットもね、可愛い,い感じ。この子も、ブラックライトすごい、楽しみ。はい、これで全員大集合です。可愛い,い皆さんは、どの子が一番可愛い,いと思いますか 私はねこの子かなこの子が可愛いスピードスターちゃんが一番お気に入りかなでもねそれぞれ個性があってとっても可愛いと思いますそれではお楽しみのブラックライトをやっていきたいと思いますはいそれではブラックライトを当てていきますどうですか がー、すごーい。ほら、あ、よーく見ると目、目のぐるぐるが浮き出てきてるね。近くで見てみようか。この子はね、こんな感じ。ほら、サングラス取るとどうなんだろう。わあわーおすごい、特にメイクが浮き出るね。 はいこんな感じすごい面白いなんかお洋服の模様とかラインも浮き出てくる感じ見て上から照らすと「ブラックライトのサプライズ面白いぐらい光ります」とってもおすすめです 皆さん本日もご視聴ありがとうございます。ブラックライトで光る OMG ドール、とってもおすすめです。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またねバイバーイ。んまあ。